こんにちは、フットボールコーチングラボラトリーの高田裕人です。この動画はサッカーや育成に関して有益な知見を持ちのさまざまな分野のゲストをお招きして、サッカーや育成に関してのお話を伺っていくコンテンツになります。サッカーや育成っていうものをより深く広く捉えていくために、さまざまな分野、サッカー以外の分野であったり、さまざまな立ち位置に立たれている方をゲストとしてお招きする予定ですので。 考え方だったり、捉え方、そういったものを参考にしていただければなというふうに思っています。で、今回早速、第一回目のゲストとして、スポーツディレクターの。我孫子高松さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もう、あの、フェイスブックでかなり有名になってる <laughs> い<や>。と思うんで、あれですけど。まあね、あの、隠れファンは。そうですよね。<laughs> けど、あの、簡単に僕の方から、ちょっとスポーツディレクターとして、高松さんがどんな活動をしているのかっていうの、をちょっと。 あの全部紹介して全部話しちゃうとあの尺が足りなくなっちゃうんで簡単に <laughs> 過剰読みということで我孫、はいえー、子高松さんはスポーツディレクターとして、えー、プロサッカー選手のマネジメントナ、えー、ノンネーションズカップ日本大会のプロジェクトリーダーでビオムサッカーコースのディレクター麻布付属高等学校サッカー部のコーチ、えー、あと我孫子塾主催。 でもちろんあれです、ね、過去にはジュニアジュニアユースもちろん社会人もコーチとしてやってらっしゃったり、まあ、プロサッカー選手の通訳ということもやられてたと。そうで,す、ね、でこれちょっと分かんないかなと思うのがこのビオムサッカーコースってちなみにどんな、うん、あれんですか簡単に説明をすると,、えー、とまず中央高等学院っていう、まあ、通信の高校で基本的にやっぱり通信の高校っていうのはまあ引きこもりの子がいたり。うん まあ事情によって学校に行けなかったりとかもちろんやんちゃな子もいたりしてでその子たちがやっぱり今後社会復帰を目指すにあたって、まあ、復帰というか社会に出るにあたって何かこう強い自信を持ってやっぱり送り出していかなきゃいけないということを前提に置いた高校なのでじゃあその中で僕ができることは何かってなるとやっぱりサッカーを通した教育だった育成ということになってくるので、うん、東京ベルディの。 賛同、えー、を得て、えー、東京ベルディさんと一緒にですね千代子とががコラボをして東京ベルディのクラブハウス内に学校を作って、うん、あでそこで、まあ、授業をしたり座学をしたりでその中で、ね、練習をしたり、うん、ベルディグランドの人工芝を使って、まあ、そういった形で彼らがまず好きなことから始めてでそれが社会で生き抜く力に変わるように、まあ、僕らがそれのいろ、うんうん、んな情報を出していくとでそれをどう取捨選択して自立に向けるかっていうのが、まあ、このコースの一番の目標も子どもの自立。うんはあ ここに向けてまあ徹底的に今やってるとこにな,なるかな。かなり新しい取り組みですよね。サッカーかける教育ということですか。そうですね。なかなかまあ他でも言ってはいるもの、実際になかなか着手できないことでもあったりすると思うので、うん、まあそういう意味では本当に新しいと、うん、取り組みですし、うん、まあちょっと試行錯誤しながら、うん、失敗もちょっと重ねながら、うん、やってるのが現状ですね。うん、なるほど。はい、でこのちなみにアビ子塾というのは。 もうアビコ塾は今僕がやってるまあ選手マネージメントそれからまあ海外行った研修だとかまあこのビーのサッカーコースそれから麻布だったりとかまあいろんなことにおかげさまでいろいろ参戦させてもらってるのでその参戦したまあ参画した知識をより多くの指導者にもまあ伝えていきたいと。僕もまあ偉そうに何か言える身分ではない けどもただ僕の得た知識やったりあの、まあ、海外出た一次情報っていうのはかなり有益なものがたくさんあるのでそれを僕の中に囲い込むというよりはた、うん、たくさんの人に伝えていきたいきと、うんで。それがもともとは指導者、えー、と対象だったんですけど気づけばいろんな社会人の方とか、うん、まあ今人生に何か変わりたいけど変われない、うん、どうしたらいいか変わかんないと。うんうん いう人たちに対しても結構ゆ、うん、まあ効力のあるというか効果のあるものなんだなというのが改めて分かったのでまあそういう方たちにも対してもとやっているものでなのでそのところに関しては一応塾長という立場であの偉そうなものを言わせてもらってますなるほど、うん、はい分かりましたじゃあまあ大枠で言うと指導者養成的なまあそうだ、ね、んですねと基本的にはそういった指導者に対していいアドバイスができたりうん、うん、まあ情報共有ができたりっていうところがうん、うん 一つメインであってまあでもそれも全ては指導者のためにというよりは子どもたちのためにうん、うん、いろんな指導者が増えていった方が子どもの才能も開花すると思うので。ですというはですねもう今紹介させていただいたようにもうジュニアからプロサッカーと教育指導者養成という形でサッカーや育成にはほぼオールマイティに関わってるとそ、まあ、改めて言うと <laughs> そう、ね、<laughs> そうねそうねななんんんで、まあ、今回そんな高松さんと。 まあ、改めてですけどもうん、うん、育成とは何かっていう大きなテーマを少し掲げて話をさせていただきたいなと思うんですけどもうん、うん、まず、あのーえっと、10月でしたっけダノンの世界大会に視察そうだね10月の12に出て、まあ、14からだったかな、ね、141516で3日間で去年去年は行ってないもえ結構何回か行ってらっしゃいますもんね世界大会そうねこれで4回目になるかな うん、っていうこともあって、えーまあ、育成とは何かってまず考える時にやっぱ世界との対比の中でちょっと考えてみたいなっていうふうに思ってまして今回ダノンを視察して世界と日本で何が違ったのかっていうのまずサッカー的なところで何が違ったかってちょっとお話聞ければなと思います、うんやっぱね、ダノンの世界大会はこれで4回目で一番最初が南アフリカでその後がスペインでスペインはねサンチャゴ・ベルナベルで決勝戦なのよ。 でその後がポーランドで,でちょっと何年か相手の今年、えー、スタッド・ド・フランス日本代表がバ、まあ、ンフォルコフさんがね出て日本大会が勝ち上がってでまあ毎評判はいつもねダノネーショートカップ日本高いんだよねやっぱりそれはあの交流という目的もあるので全チームが勝ちに来ているというよりは<ー>中には交流を目的に<ー>いろんな国の人と触れ合うとかっていうことも踏まえた中での勝ち負け。 っっててていいいううととこころががあるのでそれれ重視されてないっていうことただこれが恐ろしいことにやっぱり勝っていくとやっぱり勝ち負けになるんだよね、うん、で指導者はやっぱり勝利を目指したいしでそうなってくると決勝、えっと、ベスト4に残ったのがブラジル、うん、それからドイツスペインで日本と、うん、FIFA ランキングでいたらね <laughs> 考えられないような、ね、ベスト4が残って。 でベスト4のチームを見てみるとブラジルがまあその利用選抜ということでフラメンゴやフルミネンセの子たちからスペインはセビージャでドイツがドルトムントと、まあ、日本にゆかりのあるチームとまあ準決勝それはセビージャと試合をしたんでねあのバンココフォルフまあ開始早々1点取ったんだけどやっぱりねその後がずっと劣勢で。 でなんとかし、うん、20分耐えて、まあ、20分1本のゲームなのでなんとか耐えて勝ったただやっぱりね監督も含め選手も泣いてたりしてやっぱり喜べんとサッカーで負けたからなとやっぱりそういう監督の言葉を聞いた時に何かこう俺なりの違和感というかこのまんまで本当に日本の育成はいいのかととりあえずそこのベスト4にはいるけど、うん、なんでだと。でその後にまに、あ、決勝スタートとフランスで、まあ、何万人の観衆の前で。 ドルトムトムンとの試合さすがにドルトムントの子どもたちも緊張しててで力も出せず、まあ、日本もそこまで出し切れず決勝 PK までいってで最後 PK でドルトムントが勝つんだけどやっぱりね PK 以上の差があったこれはねあのバンフォーレカ甲府の監督の西川さんもねそうやって言っててでこれは明らかな事実で後で見返してもやっぱり違うんだよね。 でそれ何がやっぱり違うかって、まあ、体の大きさとかっていうのもあるけど、うん、やっぱりねボールに対する勇気だったりとか球際はでこういう一瞬一瞬のプレーがどううししても差を生んでしまうんだよねで。そこにやっぱり大きなこう違いがあったからそれは身体的なものだけじゃないやっぱりそのメンタルフィジカルというかこう精神の部分思考の部分に非常に大きく左右された感じはあったかな。 いやそうですよねいつも世界との対比の中で何が足りないかって考えられててサッカー的にはあそこだこうだトラップの技術だ連動だって,言わ,れるってつ言われ続けてきたけども、うん、一向にやっぱ改善されない、うん、から、まあ、今おっしゃったようにそういう精神的なところ、うん、思考的なところっていうのがすごい大事なんだなっていうのふ,、うん、ふうに思ってて、うん、で実際その選手とか指導者に直に触れてやっぱ日本,日本の選手と指導者とちょっと違うなと思うとこはあります <laughs> やっぱりね、セビージャン、ブラジルもその先ブラジル選抜もそれからセビージャスペインもドルトムントンまあ今回バンフォーーもそうだったんだけどとにかく強いチームは一体感があってとにかく指導者が対等子どもたちに対してこう何、うん、て言うのかな子どもとして扱わないその瞬間は彼らがプレイヤーなんだと。 ちゃんとした。そのアスリートだっていうことをやっぱり念頭にあると思うんだよね。で、共通してたのがまさにそこでまあ、彼らに対してそのきつい言葉とかきつくないとか。そういう暴言とか、その言葉尻じ,じゃなくて、本当に今何をしなきゃいけない。この瞬間、何が大事なのかっていうのを、やっぱり瞬時に伝えられるって。やっぱり言葉の魔力というか能力だと思うのよ。それをだらだら説明したら、やっぱサッカーね。どんどんプレー繋いでいっちゃうから。 その一瞬一瞬で言うとやっぱり言葉がきつくなることもあればあの語尾が強くなることもあるじゃないでもそれって「あやったんだこの野郎」っていうことではなくてその瞬間「行くんだよ!」みたいなこう何て言うのかな気を送るというかそういう対等さみたいなんでそれをしっかり受け止められる精神みたいなのは特に世界の子供たちにはすごく強かったかなとね聞いてるようで聞いてなかったり聞いてないようで聞いてるっていううまいことを自分たちのこう主張を通すようなプレーはすごくあったと思う。 これよく言われるのは海外の選手は質問全部手を挙げてやるとか指導者に対してもちゃんと主張ができるっていうのはやっぱ本当にある。いやあったねやっぱねあのそれこそねそれを試合を見てそのドルトムントに行かしてもらったのよでやっぱりどうしてもやっぱ知りたくて、うん、なんでこの,この差は何なんだと、うん、でそれを知るためには直接行った方がいいと、うん、でアポ取って、うん、まあほら俺もちょっと ね、普通じゃないってよく言われるんだけど <laughs> もう思い立ったら吉日みたいな <laughs> もうすぐ行動みたいな。えドルトムントあれ行ったのってそ、うん、そのででアポってたんですかそう、ドルトムント終わって <laughs> フランスか今度ドイツに行く予定だったから <laughs> ドイツでもマインツだったんでねうん、うん、それはね、うん、でマインツに行ったんだけど「待てよ」と「このままにしといていいのか」と「あの時のあの感じ俺なんか気持ち悪い」と思って。 ドルトモンと連絡だって言ってて。言 <laughs> すぐ連絡したら「<laughs> まあまああの女アポなしはダメよ」って言われてはい、はい、でもまあ、まあ、ダノンさんの力も借りてうまく回したらもうウェルカムで<ー>でドルトモト中入れさせてもらって見事にこう中の施設を見せてもらったんだけど、はいはい、ちょうどその時にね、はい、ダノンネーションズカップ決勝のミーティングをやってくれるわけよねは<ー>で俺らに見してくれるわけよ。はい、したらねやっぱこう映像流れるじゃないそうと やっぱ監督たちはみんんな後ろにいるんだよねこれがなんから日本って映像の前にいて、うん、ああだこうだっていう感じがあるじゃないうん、うん、まず彼らに見させて彼らが何を感じ取ってどういうふうに思ってたのか要は一回過ぎたことの過去っていうのはみんなにとっての現実だからそれは大人とか子供関係ないんだよね、うん、だその現実をどうやって振り返ってどう喋れるかがコミュニケーションのスキルなわけじゃんそれをねやっぱりね監督がしっかり分かってて発言させるんだそうとパッとあれ巻き戻してとか。 あれここ俺こう思ったんだけどでそれに対して監督が言ういやでも僕ねこれに関してはちゃんとラインアップした方がよかったんだとか細かいところまで言うでそうすると監督がみんなどう思ったって聞くわけよそうでもないこうでもないって言ってそれぞれがやっぱ手を挙げて話すっていうのはんだろうなんか手を挙げることに何のこう勇気もその存在してないよくしたいこの試合を僕らはやったんだ魂を込めたからこそこの作品に対して僕はこういう があるんだっていう感じをすごく受けた。だから本当に自ら発言をするこれでも結構日本とかでも発言しろとか何かあったらすぐ手しろってやられてることだと思うんですけど大事なとこってやっぱりそうできる関係性が大事なわけじゃないですか手を上げることが素晴らしいんじゃなくて発言することが素晴らしいんじゃなくてそれが自然に出てくる関係性が大事なんだって。 ということはやっぱりドルトムントとかアヤックスも行かかれてたじゃないですか<ー>そのか共通してすかやっぱ、ね、アヤックスもそうなんだけど、うん、まあそれはちょっとジュニアでも少し上の年代だけどやっぱり日本って教卓の前に先生が立てばもう先生と生と、うん、もしくはまあ指導者が、うん、選手の前に立てばもう指導者っていう認識があるじゃない、うんうん、でも特にオランダの場合ってまずここの指導者を試すことから入るんだよねそうすると子供たちが「君はあなた本当に指導者なんですか?」と、うん、例えば「指導者10本ダッシュしなさい」うん 日本の場合は、はい。で、後で後文句言う。オランダの場合10本ダッシュしなさいとなんでダッシュしなきゃいけないんですか?」から始まるわけよね。そうすると答えなきゃいけない,ない <laughs> と指導者はそれに対するそのコミュニケーションスキルが必要でいやいいんだよ、根性だ気合いだ今が必要なんだって言っても通じないわけだよねそうすると何が必要かというとやっぱり客観的データだったりとか、うん、例えば、うん、目の前の子に「この間の試合残り10分でスプリントだいぶ落ちたよね、うん、あれ見てて分かったよね君もそうだよね」と。 そうすると君の場合は残り10分であげなきゃいけないから今10本必要だでも君は頑張ったから最後まで頑張れたから5本で大丈夫だよってこの差が日本だと不平等みたいなでも彼らには歴然とわかる差でもあるわけだよねそうするとおこのコーチ違うぞと初めて指導者としてそこで認められるっていうことがまず成立するわけだよねでそうするとやっぱりそこに対する指導者がどうやってやったら彼らに納得してもらえるかっていうのを常に考えているっていうのは。 やっぱりこれは指導スキルを上げる上でその資格じゃないう分でまず必ず個人と対等選手と対等になってるってことですよね対等、うん、になって個人個人の違いをちゃんと認める、うん、だからやっぱり選手として担う責任は100%、うん、プラス指導者として担う責任も100%これが多分すごく俺大事なんだと思うなんかお互いでなすりつけるんじゃなくて。うん みんんなななで100じゃなくて、それぞれぞ抱える責任が100なんだと思うんだよね。いやだからこれかなり日本だと難しくて前もちょっとまあ別のとこで話したあれもありますけどやっぱり上下関係があったり言葉よりも感覚がはびこっている日本社会でこれの難しいかもしれないんですけどしっかり対話的なコミュニケーションできる、うん、でそのためにはまず個人をしっかり個人として尊重しなきゃいけないし対等にしなきゃいけない。うん、でこれって多分かなり難しいと思うんですけどもまあ今回高松さんに改めて、うん 海外の、ね、ドルドモートやったりダノンとかアヤックスっていうのが、うん、まあそういうふうな現場で感じ取れたということで、うん、もう一度あの育成指導者の方にはですね個人をしっかり尊重するとか、うん、対等ってどういうことなんだとか、うん、そういったことを一回考えてもらいたいなというところで、うん、1一回目は終わりたいと思います。ありがとうございました